皆さんこんにちは。 BT オプション顧客サポート部のナンシーです。今回はテントレーダーですね、デスクトップアプリのテントレーダー、11月にリリースされたもので、MT4 のようにテクニカル分析ができるものになってます。それほど MT4 ほどはテクニカル分析は追加はされてないんですけども、ぜひ取引しながらテクニカル分析が利用できるようになってますので、ぜひお試しいただければと思います。まずはこのインストール方法を説明していきますが、 system.bit-topia.comにアクセスします。そこで右側にホームページ、講座解説、デモ講座、デスクトップアプリとあるので、デスクトップアプリをクリックしてください。そうすると下に表示が現れ、こちらテントレーダーを、実行または保存しますかという表示が出ます。実行または保存、どちらでもいいので、早い方はおそらく実行だったと思います。なので私は実行をクリックします。はい。で、できればこちらのブラウザーなんですが、ちょっと小さな表示に、していただくと、テントレーダーの表示がちょっと見えるようになります。で、こちらセットアップしてもいいですかということなので、次へをクリックします。で、私の場合、以前にテントレーダーをデスクトップアプリ、使っていたので、皆様とちょっと違う表示になるかと思うんですが、皆さんは次を2回押すような形で前に進んでいってください。はい。によりこちら表示が出るんですけど、インストールしてもいいですかという許可ですね。こちらははいと答えてください。はい。で、完了しました。なので完了をクリックします。で、こちらデスクトップアプリのアイコン、このようなものとなってます。テントレーダービットピアと牛のマークが出てますので、こちらをクリックしてください。よく質問いただくんですけども、BT オプションのユーザー名とパスワードは、このテントレーダーで使えるかどうかという質問を受けるんですが、皆さん、ぜひ、通常通り、ビットピアのユーザー名とパスワードが使えるようになっていますので、ぜひ、そのままユーザー名とパスワードを使ってください。また、テントレーダー慣れるまでは、ぜひ、このクイックデモというデモ講座、何度でもお試しで取引できるものが、トライアルがあるので、ぜひこちらをクリックして、取引試してみてください。で、ユーザー名、パスワードを入力後、ログインとクリックしていただくと、お客様のお口座にログインができるようになっております。では、インストール方法は以上となっています。テントレーダーの、操作方法なども説明をしていこうと思います。まずはですね、ユーザー名とパスワードをログインした後にこの表示が現れるかと思うんですが、まずはですね、こちら残高とありますが、これがお客様のお口座の中の残高が表示されます。で、こんにちは、ビットピアとなっていますが、皆さんお名前がここに表示されます。で、今の現在の時刻ですね。で、こちら日本語、他の英語の方がいいという方とか、中国語がいいっていう方は、こちらで言語を変更することが可能です。で、こちらですね、基本的にはハイローとオンデマンド、オプションデマンドですね、の取引を選択できるようになってます。はい。で、私は基本的にオンデマンドが好きなので、オンデマンドをクリックします。で、すべて表示されていますが、お気に入りとか、すべてとか、為替、コミュニティという選択でフィルターをかけることも可能です。で、このお気に入りはどういうことかと言いますと、自分が好きな通貨ペアにこのように星にちょっと印をつけることが可能です。そうすることによって全てでお気に入りを選択すると、このように、星印をつけた通貨ペアのみ、商品でもそうなんですけども、が表示されるようになっています。はい。で、ちょっと全てに切り替えます。で、こちらちょっと、オージードルなど、通貨ペアをクリックすると、1分、3分、5分を提供していますよっていうことがわかります。で、1分の取引の場合 75% のペイアウト、3分であれば 80%、5分だったら 80% のペイアウトですよっていうのがわかります。で、またこちらに今上がっているか下がっているか、リアルタイムで表示されるんですけども、何も表示がないときは一定になっている。このレートで一定になっているっていうことがわかります。はい。で、こちら、一度、ハイローを選択してみます。
そうすることにより、灰色の場合ちょっと表示が違うんですが、ちょっといろいろ表示見ていくと、こちら終了19時50分とあります。ステータスが判定待ちの場合はもう購入が締め切っている状態ということがわかります。終了時間が20時15分。まだ時間がありますよね。で、ペイアウト85%と書かれているものは今でも購入が可能ということがわかります。で、こちら取引開始ということは、今取引開始を待っている状態で、購入はちょっとまだ始まっていないということがわかります。はい。で、ちょっとオンデマンドに戻ります。そうですね。で、こちらご入金のボタンをクリックしていただくと、はい。ブラウザーに戻るようになっています。ブラウザーの取引画面にアクセスするようになっていますが、もしお客様がログインされている場合でしたら、こちら、入金ページに、リンクされるようになっています。こちらのテントレーダーからの入金はちょっとできないので、皆さん、ウェブブラウザーの、取引画面からご入金を、していただくようにお願いいたします。で、こちらニュースとありますが、こちらはクルークのニュースが表示されています。もし何かちょっと気になるニュースがある場合は、クリックしていただくと、クルークの、リンクですね、ホームページにアクセスするようになっています。なので、こちらで、その日のニュース、細かいニュースを見ることが可能です。なので、ぜひ使ってください。はい。で、こちらですね、これをクリックすることによって、画面の表示を、表示の仕方をちょっと変えることができるのですが、一番右であると、一つの画面に切り替わります。二番目であると、横に二つ並ぶようになっており、三つ目であると二つ並ぶようになっており、最後の、四つ目は、このように四つの取引画面を表示することが可能です。はい。では、ここまでが、取引画面ですね。テントレーダーの取引画面の説明となります。次は、説明、2番目の説明を見ていただければと思います。テントレーダーの操作方法の2番目、はい、の説明に行きます。まずはですね、この中の説明をしていきます。はい。で、こちらちょっと一つの画面、一つのチャートですね、に切り替えをしますが、ここで、一番注意していただきたいのは、こちら、オンデマンドと廃炉を選択できるようになっています。で、廃炉とオンデマンド、代わりにオンデマンドを選択した場合は、ステータスが常に取引可能となっています。しかし、廃炉の場合は、そのステータスによって、判定時刻になっているとき、また購入締め切りがもう過ぎていることがありますので、ここではステータス取引可能となってますので、あと残り8秒、7秒までは取引は可能となっています。はい。で、こちら、通貨ペアの選択ができるようになっています。で、こちらで、もう今停止済みとなったので、もう購入締め切りが、過ぎたということがわかります。で、こちら取引可能なものはこれか82%か85%となってます。で、こちらで、ラインチャートに切り替えること、または、ローソク足で見れるようになっています。で、こちらは、ローソク足の、い、あの、10秒足、それとも1分足、5分足、15分足、30分足、また1時間の足が見れるようになっています。なので、ここでチャートの表示を選択するようになっており、ここ、オプションデマンドの場合は、ここはオプションデマンドの取引時間の選択。ここはローソク足の選択となっていますので、皆さん、注意してください。で、こちら、ペイントブラシのマークのところでトレンドラインまたは水平線が引けるようになっています。仮にトレンドラインを選択すると、クリックしたところから、マウスのクリックを外したところまで、はい、ぐーっと引っ張っていただけたら、このようにトレンドラインが引けるようになっています。で、また、水平線ですね、をクリックすると、水平線で、レジスタンスになっているところを、引くことができるようになっています。
ぜひ使ってください。またこちらをクリックして、この点が見えてから、ディリート、消去ができるようになってますので、はい、使ってください。で、こちらテクニカルとありますが、こちらではボリンジャーバンド、またはマック D とか、移動平均、Simple Moving Average ですね、を選択できるようになってます。どれか選択して OK とクリックすると、その、表示が、はい、されますので、ぜひ使ってください。また、移動平均、一つしか追加ができないので、もう一度クリックすると消えるようになっていますので、ご了承ください。で、こちら、X のようなボタンがあるんですが、こちらをクリックすると、先ほどの画面に切り替わるようになっています。はい、一個前の画面に切り替わるときは、こちらの X マークを押してください。はい。で、こちら下の、このブルーの長い棒みたいなものなんですが、こちらは、もっと細かく近づくことですね。拡大とかできるようになっているので、はい。もっと長いスパンで見たいときは、これをぐーっと伸ばしていただけたらと思います。はい。でも基本的にバイナルは、ね、ここで取り引きしてるときは、このぐらいの小さい方が見えやすいかと思います。はい。ではこちら、そうですね、今度は次の、操作方法では、実際の取引の方法を説明していこうと思います。デントレーダーでの、取引方法について説明していきます。まずはですね、ちょっと私購入しようと思いますが、ハイかロー、まあこれ 75% っていうのがわかるんですが、あ、ちょっと購入タイミングが遅れました。オンデマンドですね。これはオンデマンド取引であることがわかります。また、ユーロドルで1分取引。で、1分足を見ているということがわかります。で、こちら、75% のペイアウトであり、いつでも、まあお客様が、購入したいタイミングで購入できるようなオンデマンド取引となっています。で、ハイかローですね。上がるか下がるかをクリックします。で、今回ちょっと下がると予想し、ちょっと購入額を上げます。で、ローに購入を押します。はい。そうすることによって、必ず購入したときは下に表示が現れます。で、今回、5000円と購入しましたが、もちろん100円からも可能です。で、またこちらのプラスボタンを押すことにより、100円単位で上げ、購入額を上げたり、100円単位で下げたり、マイナスボタンを押すと下げたりすることが可能です。で、最終的に購入を押すと購入が確定します。で、その、購入が確定すると下に取引の詳細が現れますが、まあ、オンデマンド取引、ユーロドル。で、今回の約定レートですね。今回買った時のレート。で、ローに購入。で、取引時刻、この時間に取引。購入しましたよということで、ステータスは取引中。で、判定時刻は、この時間で勝負が決まります。で、判定までちょっと点滅していますが、残り4秒という形になってますね。で、判定レート。これは常に動いているんですが、終了すると、このように、このレートで勝負が決まりましたと表示がされます。で、購入額は5000円。ちょっと消えましたが、払い戻し可能額がちゃんと表示されていました。払い戻しがいくらだったのかとか、先ほどの取引はどうなったのかと気になるときは、こちらの履歴をクリックします。そうすることにより、まあ、勝ったとき、負けたときとか、いろいろわかるようになってますので、ここでは3750円の払い戻しがあったということがわかります。で、また、細かい内容を見ていきたいときは、このように、こちらのボタンを押すことによって、履歴で3ヶ月間、または過去1ヶ月、まあ、絞ることができまして、こちらを例えば過去1ヶ月と選択して、こちらの、Export to Excel という、ボタンをクリックすると、CSV ファイル、または Excel で、ダウンロードすることができるので、こちらで保存ってしていただくと、履歴が、一覧で表示されますので、ぜひこちらも使っていただけたらと思います。はい。では、取引の、操作方法は以上となっています。